やっぱり僕の周りでやってるファッションの人はやっぱファッションでしかないというか、洋服を作ってルックブックを作って発表して、まあ以上終わり。僕らはよりもうちょっとこうユーザーと密接になりたいな。僕がやってるマジックスティックっていうブランドは、もともと2009年ブランド名の通りエンターテインメントっていうものをつけているのも、やっぱりお客様とにかく楽しい気持ちになってくれること、そのプロジェクトの前に一回ちょっと外に出てっていうことはしていますね。音楽とファッションというのは密接だなっていうところをお客様たちに体感をしてもらって、その体感で記憶が残って、それを記録として残せれば一番いいかなと。データ上でも構わないし、紙でもいいし、とは思っています。